お疲れ様です。どうも。お元気でしょうか。お元気そうで。はい、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。はるばると、こんにちは。どうぞ。すみません、いつもありがとうございます。いただきます。歌詞が午前お昼ぐらいに来てました。あ、本当に、はい、もう帰った。なんか神戸行くって言う。中空ですね。中空です。そうですね、はいはい、黒いやつが中空ね。ええ、もうすごい薄いです。軽いですか。軽いかって、まあ、軽い、重くはないですけどね。はいはい、はい、スノーボードで 何してたんですか。あっちの方はあれのフォームがちっちゃいからちょっと重さがあるんですね。そうですね、あれもう見ました。見ました。 あれも軽いですよね。あれよりも中空の方が軽いですか。いや、大きさが大きいからそんなに変わらないかな。変わるんでね、ええ、そこまで23 24 22です。 22 あれが20で、はい、22なんですけど、はい、乗ってる感覚はね24の感じ。あ、そんな安定してるんですか。ええ、まだまだ。いやいやいや、楽しみやな。ええ、なんかめっちゃ早かったですね、この前。そうなんですね、なんかちょっとそれなりに頑張ってるんですけど、めっちゃ早かったですね。あ、こんにちは。僕もベストタイムが出たんで、後編のバージョン。高橋さん、お疲れです。どうもどうも、お邪魔します。ありがとうございます。どうですか、最近調子は。この間早山レース行ってきましたよ。あ、本当ですか。はい、17キロのレース。17キロ。しんどかったんです。はい。しんどいですよね。まあしんどいで、そんなしんど、あの、あ、本当ですか。心拍が上がるほど焦がれへんからしんどくなかったんですけど、はい。波あったんですか。いや、オフショアでね。ええ、あ、こんな感じです。本当ですか。はい。何人ぐらいですか、明日。150人。150人。1000、150人でいっぱい。ええ、はい。ええ、で6キロが、98人スタートです。98人スタート、はい、そうですか。だからそれぞれ1キロ先、子供ら1キロやって、終わって3キロやって、それで6キロです。本当ですか、はい、分かりました。89位以内を目指して頑張ります、はい、いまいちの。本当ですか。手渡ししておきます。どこにあった。聞いたんだ、手作り。いまいちやった人がね、結構みんな、ええ、弊害は多分ね、やっぱりこの、ま、肌子の方でもうまいことやってますよ。肌さんもうまいですもんね。あの、ほいでマニューバーの岩井優太も全く泳がれへんのに、うん、運動神経めちゃくちゃないですよ、うん、なんとなくそれは分かります。いや、あのサッカーボール、野球のボール投げたら顔で受けたら、ほいでボール投げ、グローブがあるの、あっても、うってやって外れて顔にバタタタッと、それでボール投げよったら、え、足どっちかいなって、それでサッカーボールこう来たら、ボール蹴ろうとしてもこうとボールをこう、あの運動神経の、あの、よう芸人がやってますよ、ええ、あほんまにあんな感じです、ええ、呼び込めないんですよね。いや、俺動画撮っとうけど、こいつ冗談ちゃうみたいな。ほんまに。ファイナルにあいつウィンドもそこそこできるし、ウィング上手やし、ウィングうまいっすよ。ちょっと憎たらしいな思って、うん、ウィングね、初めてですもん。あの、目の前でフラカ見たの、岩井くんが。ねえ、うん、それね、ほんまにびっくりしましたよ。それ撮ってるの。え、撮っとうすよ。保存してるんですね。見てやろう。あ、これ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 、リフト、あ、こうボールを寄せよう、こう。あ、これ冗談みたいでしょ。冗談です。置いて、置いてボールが次飛んできたら、ほら、今のフェイントじゃないんですね。いや、これ蹴るもん。マジなんだ。こんなんやのに、あの、俺冗談でやっとうみたいに見えるでしょ。あの、はい、テレビでようやってませんけど、はい、いや、こんなん、マジ。マジ。こういうのに、あの、フラッカーするし、ね、強風でタックも何でも。うん、
ちょっと憎たらしいな、うん、三重のレースもエントリーしてますよ、ウイング。あ、ほんまですか、うん、エントリーリストにね、岩井優太出てました。このほでまた自信ありげ、自信なさげにいつもやっとるあの控えめなあれがやっとなんかこうウイングのこのホイールの位置がここにつけたらこんな感じになるってやっと分かったぐらいです、ええ、全然なんでこんな乗りにくいやろうみたいな。ウイング前すぎてこう中浜さんがめっちゃ前につけるから、うん、ほんなら前足が抑えられえで、うん、でも中浜さんそれで乗っとうし、人によって違いますよね。ね、違いますね。腰の位置が多分違うんですよ、うんうんうん、人によって。だからもう強風なったら怖って怖ってしょうがなかった。こんなウイング前につけずに取ったんです、あのホイールを、うん、あ、ホイールはね、あ、やっとそれがなんかちょっと、あ、ここの位置付けたらこんな感じやってやっと分かったぐらいで、ええ、でもオーバーになったら怖い怖いし、オーバーはね、だいぶね、慣れてきましたね。まだね、スピード30キロ出たことないです。あ、いやでもね、僕もそんなもんですよ、うん、ウインドサーフィンやったら67キロ、ええ、8キロ出たっすけど、うん、ウイング全然、うん、自分でスピード見ながらやっとやって29.8キロ、はい、40キロの人ってちょっと信じられんすよね。信じられんす ね、うん、ね、これで、うん、あっこの、 あの中海でやっと迫田君で、うん、島根の子もう47キロとかで、迫田さんめっちゃうまい。でもあ多分ね、あの子ね、本部さんになったらね、うん、多分前もいっぺんなんか宇佐さんの試乗会で社会来た時に、乗ったけどそこもそんなに乗れへんかったでって言ってこう、うん、動画を見とったらなんかいまいち全然、中海の帝王なんですね。めちゃくちゃうまいですジャンプも結構冬時間長いし、いやいや、あのカービング のあれが、うん、でもね、迫田さんね、僕最初に迫田さん見たのがあのフラットホイールで見たんです。まだウイング出てない頃、うんうんうん、でね、あの多分僕らと同い年でした。いやいやいや、ねまだ52、あ、本当、それぐらい、僕らがまだ5つぐらいじゃないですか。あ、本当ですか。いやいや、結構ね、いい年なのにあのフラットホイールしとるから。いや、あの年でフラットホイール出てたらすごいですよ、ね、いやいや、そうです。で、ウィンドもね、僕何回か教えたけどね、ウィンドはもうちょっといまいちもうまくなれんで、ね、やめてください。サーファーですもんね。うんうん。で、フリーで乗っとったらそこそこでかい波も行くけど、ね、大会出たらジャッジしとったら普段もっと上手に乗っとるのにみたいな感じが、本番ちょっと弱いっぽいです。フリーライダー、フリーライダーね、前から多分大会も自分でも多分よう分かったんじゃないですかね、でもフリーで乗っとったらめっちゃ、いやいや、多分白井さんと一緒ぐらいのレベルで、いやいや、多分もうトップクラスなんですよ、西日本、うんうん、はい、これは年間250日海入って、うん、ね、体悪するよ、うん、それでみんなのいろんな道具をいろんな乗るから、やっぱ体も多分適応能力がこう、はい、ついこう、研究熱心ですね、ね、めっちゃようオタクでよう知っとる、はい、でもまあもう僕らもう下手くそでみんななんちゃってでちょこちょこやっとうぐらいの人から、あんまりあんなレベルまで行っとったらみんな多分ね、俺には無理やもんって多分かけ離れと思ったらみんなついてこいようなと思うと思うんですよ、はい、もうみんなが浮いた浮いたって喜んで、大阪君が浮いていく喜んどレベルでみんなそれに合わせてやっとうぐらいの方が、もう出ましたよ大阪、誰が落ちて何やってこうやっとう方がね、馬なるんを追求するよか、もう人の下手さをこう、あ、これには俺勝っとるわ思ってやっとるぐらいのレベルでやらな、もう絶対ね、そうですね、もうね、もうこんなになと思ったらもうやる気なくなってないね。でもあの新しい素材のやつすごいですね、あのアローラのやつとかスターボードのあれね、やっぱりあれで多分だいぶまた買ってくるんじゃないですか。あれ一辺だからあのビオトーンも3メートルぐらいの風でパンピングしたら、うん、これで浮くんやみたいな、ええ、うん、キャンバーインデューサーがついてるんですか。そうだ、そんな感じですね、うんうん、後ろさんボードは何リッターぐらいの感じですか。僕はね今75リットルです。あんな50何リットルとかは、まだ乗れる気がしないです。あんなやんどもったらどないするんですか。やんだらね、もう座ってますね。先生ありがとう。
いや沖でやるんだな、そんな1キロも2キロも出とって出とってやんだらもう座ってパドリングしかない、まあ、パドリングです寝そべってパドリングです帰ってくる。でもウィンドは 1,2 メートルの風でもこんな汗でもこうふわーっと帰ってくるとウィングめっちゃしんどいですね、やんのったら。いや パドリングですね、もうほぼパドリング練習しとかない、パドリングの練習しとかないといけない、うん、でもね、それを覚えたらウィンドと違って流されることがないから、うん、なんとか自力でね、でこうやって帰るんでって、ね、教えてあげたらそれで帰ってきますからね、流されたの。ウィンドだったらレスキュー行かんといけなかったんだ。レスキュー行かんといけない。八木さんボードでちっちゃいんですか。いや僕はまだ大きいしか乗れないんで、はい、大阪君はあれから止まったことない。大阪君ね、今ジャイブこの前一回成功しました、浮いたまま浮いたままパッと家帰って、うん、もうねほぼ飛んでますよ彼は。風吹いたのね、信じられん。ほならもうあの師匠親分と変わらんぐらいなと。柳君もだいぶ成長しました、ね、でも大沢君とはあんまり変わらんぐらいなと。あのね、そうできることは一緒です、ね、偉そうに言われるんだ、ね、そうでもここ風が全然最近吹かないんです。ああ広島も吹いてないよね最近。でもオフショアでも何でもできるから。そうですね、うんうん、もう反対も波がいらんし、オフショアの波が、ええ、あんなちょっともうウイングやると思うわみたいな、うん、じゃあタックいつになったらできるんやろね。今年はできるようになりたい。あの若い子らトマーズが何本乗らんでもすぐにタックしてジャンプしてできるんですね。若い子はやっぱ体が柔らかいんでしょうね。あ、これがもうめっちゃ苦しいです。そうそうそう、こう背中が痛い、うん、そこに行った時にここに行ったところでね、もうなんていうのかな、そこから次の動きっていうのができるんですね。これが多分もうちょっとここまで向かんない、多分赤のジャンですから、うん、ここまでしか向かへんから、これが、うん、山田さんもやってますか。一緒ですよ。え、一緒やったんですか、うん、山田さんもジャイブはできる。ジャイブはできる。たまに落ちてぶっ飛ぶようなレベルですか。いやいや、うちはもうぜひ結構ね、トゥーサイドは速いんですよ。意外にもトゥーサイド、ジャイブしてからのトゥーサイドのねスピードがね速い。こっからね、足が固まっともて、うん、なかなか入れ替えられへんす、こっから、うん、そうここでうわーっと強いブローが来たら、もう足入れ替える前にぶっ飛ぶし、うん、抜けたら落ちてまうし、みたいな、はい、ここでふわっとしてちょうどええ頃合いの風やなかったら足が入れ替えられへん、うん、山田も63ぐらいですか。もっと65ぐらい。体重、あ、年？いや、年。年はね、今年64になります。64。元気なおっさんですね。もう60何本の足とちゃうもんね。やっぱりスノーボードして元気だよね。でもこの冬に足怪我して、今あるんですよ。調子悪いんです足が。だから明日もビーチスタートで走られんから。あの東原のおじいもあのウイングで、うん、落ちしなに膝がボードに膝が残って伸びてここの靭帯伸ばしてまだあかんす、うん、おじいだったらそれがこっち。そう、うん、大さん今パドルはないの？スターボードのリマ。リマ。今あの M サイズ。80。いやこれ去年70何本でしたよこの表示が。同じで。え？同じ大きさで？形同じで。
2割増しぐらいな感じですね。あ、硬さがやっぱりこう硬くなって、逃げがなくなったからこうガッとくる、うん、長さはどのぐらいにしてるんですか。長さは身長プラス7センチ。7センチぐらい、うん、ボードはダグアウト。ボードはダグアウト。ちょっとブラックプロジェクト高鳴りすぎとうけど、これは結構抜けがすごい、こう薄なったからスッと入って抜けるのもスパンリリースが、うん、それでここが若干軽くなった、これブレードが軽くなったから、ええ、全然こう軽いですよ。お軽いですね、うん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ブレード軽いですね、うん、あれですか、ケナルですよ。ケナルです、はい、牛尾推しのケナル。お、うまいね。あの三重のあの大谷の宮川でルットはははは、あのボードワークスの後ろさん、広島の一回、はい、多分なんか送ってもらって、僕ベルデっていうところに送ったんですよ、一時大台町の、はい、あのナッシュの ウィングウィングありますか。あ、はい、浮き、あれを後ろさんのところから、はい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 、送ってもらいました、ええ、調節だな、ええ、調節だ、はい、明日で明日出ます、一応、はい、6キロ、あ、ですか、はい、一緒によろしくお願いします。はい、全然練習できない、ええ、僕もまあ苦しくなったら練習してないっていうのを言い訳にしようかなと思うんですけど、最近ちょっと練習してきたんです。練習でやれたな、やれたな、14フィート14のインフレータブルで、はい、スタートだけお願いします。インフレですか。あ、そうです、はい。ラモさんともうほんまにもう出たけど追いつかれへんもん。前あのどこやったんや、ゴール、ま、ギリギリまたあれ琵琶湖ですかね。あ、琵琶湖ですね、はい、で広島はもう寺本さんが止まっとったから続いてすごいですね。多分あの同級生ですか。54です。54でしょ、寺山も54やし、はい、ウィングやってる、ウィングやっと大田君だいぶ追い出したらしい。そうだ、ね、ウィングウィングはもうしてないです、はい、ウィンドウはしてないです。ウィンドウはもうやってないですね。一回目でバンやね、ウィンドウ。お疲れ様です。ウィンドウしてごくやろうもとの、京都では大活躍しました。ウィンドウなかなかうまくない。さっきの料理やってるんで、はい、なんかあるって言ってましたけど、僕もあんまよく分かってないんですけど、これはフラットウォーターよ、オールウォーター、フラット。はい。もう3年目。変わらず。あ、変わらずが。カラーは変わってるんですけど、形は変わらず。ただタイムはどんどん伸びていってるんで。本当ですか。いやらしいです。ボードは変わらないけど自分はの成長してるっていう。いやいや、ボードがいいから自分がさらに成長できるんですか。ボードがいい。ノブさん慣れました。2日で。え、2日でもう慣れました。乗ってないです。乗ってないですか。乗ってないです。ミニスキーのままです。あ、本当ですね。そうです。でもね、やっぱりアウトローとマネアでやっぱり好みが真っ二つ。まあ違うボードですからね。こっちが好きっていう人もいるし、こっちが好きっていう人もいるし。僕もあのホールウォーターとフラットウォーターやったらタイプが全然違うんですけど、フラットウォーターばっかり乗ったらホールウォーター乗れなくなる。
そうなんです、ね、もう久しぶりにこの間、今度6月 ISA の話あるじゃないですか。波中で波があったらそれでも乗れないといけないから久しぶりにオールオート乗ってみたら、で鳥取にサーフ練習行ったんですけど全然乗れなくて今までもう乗りこなせてたのにもう最近ずっとこれだから、はい、久しぶりにあのオールオート乗ったら全然乗れなくてやばいどうしようと思ってで何日かちょっと乗ったんです。そしたらやっぱ結局慣れで慣れれば乗れるし、そのタイプ的な違いなだけであって僕がこういうのに今乗ってるからあのフラトータの方が乗りやすいなと思ったんですけど、なんだろう、ねりとかあれば、ね、フラトータより絶対この方がいいだろうし、波があればそれは感じました。でもあれも21の割には乗りやすいのかなと。初め23って言いましたもんね。僕22やと思ってたんですよ、はい、アウトロ僕もアウトロの21好きや残念ながら1本しかなかったんで、ね、向こうの在庫表に21が2本ってなってて、うん、でやばいこれは2本とも取ったろうと思ってメールを送ったんですけど、送った天神に帰ってきた時にはもう1本なくなってます、まあ、最後やったもんねあれね。そうそうそう、タイミングがね、もともと頼んでなかったんで、フラットウォーターとかオールウォーター用とかタグアウト用っていろいろあるのがいい。そうですね、ハンドルの位置でそのバランスを取るのが前が軽いっていうだけで全体の重さはそうでもないです。でもある程度重さがないとやっぱりさっきの話じゃないですけど失格にもつながるんで、これぐらいやったら軽いっすね。まあ、軽いっちゃ軽いっす。あんまりボリュームがあるわ、疲れない疲れない今日は、ね、うん、濃いで今もっと重たいもん。14でダグアウトでって思ったもん。まあでもいいぐらいの、なんか重すぎず、ロードがなんかロードが見えてこっていうか、どうなってんのはなんか意味がある。リブなんだよ、強度なんだよ。ああ。ガンダム世代にはなんか驚くな。ボードのノーズっていうとこうつるっとしたもののイメージが強いもんで、なんかノーズが短いような気がするな、だいぶ。これやっぱ真ん中も持つとこの真ん中乗るんですか。いや立ち位置はね、僕が乗ったら、ね、この辺になります。つま先だからけどノーズが短い。いや短いいやそんなことない。長さ一緒。どっかなんじゃないの。こっちも出てますよ。もうちょっと出てるな。長さそケツちょうど。気持ちノーズ短い。一緒かな。ちょっと長いような気が。こういうダグアウトタイプは割と。テール側に浮力があってそれなりにボリュームがあるじゃないですか。だから後ろに乗りすぎるとめちゃくちゃ引きずるんですよ。あ、そうなの。なんで結構ダグアウトタイプは前に乗る人が多いっていうか。前は刺さらない。前も刺さらない程度。気持ちもいいですよ。これはどの辺乗ってるんですか。これはもう僕半歩から一歩ぐらい前です。この辺か、だいたい普段はこれぐらいから、まあ、アップインの時はもうこれぐらい。刺さってもすぐ抜けるし、こういうノーズの尖ったりと、そのあれうねりが来た時もすぐ抜けるし。このタイプだったらこの辺かなと思って、立ってたら
こがこの辺まで。あの漕いでる時他の人に見てもらうとテールの引きずりが全然違うと思う。でポジション探していくみたいな。結局レールセーバーこの位置に貼ったんですね。いやあんまり考えずに貼ったんですけど。そうなんですか。中さんもうちょっと上に行くかなと思った。あ上はね、ここはだから別でもう貼ろうと思って。あこれここだけの四角なんですね。そう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 。そりゃそうっすよね。すごくないですか。はじめにね発注したときにこれが普通のこの丸穴のベンチリーだったんですよ。でそれがね水が抜けないで設計変えますって言われて、でそこからまたボンって1ヶ月ぐらい納期が伸びたんですよ。JP は水抜けにくいです。でも2連用2戦でしょうがないですね。でもなんか抜きにくかったんでこのパイプを3本に変えたみたいな感じで、この積層はこれだけ厚しということで全部がこの感じなんですかね。全部この感じですね。こうやったら相当分厚いですよ、ね、そこだけはね。それなんでここ弱いの。ここ薄いです。ああやっぱりその場所場所に、はい、ここだけでももうちょっとこういう補強が入っとったらよかったよね。このそう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 、ね、でも、いい重要です。重すぎて、軽すぎて。いい重要です。これ、ここで延期ってあるんですか？はい。切ってあります。面白いですね。基本、形はもう、ほんまにあの薄い、これシングルコンケーブにダブルエッジだけの感じなんです。そうですね。なんかこう別に V が強なかったりこうラウンドストーンがあるじゃないから、これはもうたわみがないためだけのこの V の V コンケーブルみたいな。そうだ、これ形状的にはシングルになってシングルコンケーブル、形状的にはもうオーソドックスな、うんうん、センターがね2ミリぐらいの薄いコンシングル、うん、これ最後までシングルです。いや、後ろフラットです。フラットの、はい、シングル。でもちょうどこうダブルエッジがずっと入ったままです。結局ウィンドサインのボードももう最後はオーソドックスなね、スラロームでも今もう薄いコンケーブに。黒かっこいい。うん、黒かっこいいな。かっこいい。それはいいやつ。かっこいい。それだけで速そうやもんな。でも来年のモデルがもう出てて、ここの白が金色のこと カーボンみたいなここはでも昔のグレーな感じで、形は一緒ですか。一緒です。あグラフィックがちゃうだけだよ。みたいなと面白い。あ黒やからここに空気穴開きっぱなしもんね。はい。ピッチツー。これ水入らへんですか。はい、多分入らないと思う。全然デッキに水が乗らないです。洗うときにこうやって上げてしたら良くないですか。多少入るかもしれませんね。え、これ22ですか。22です。4ぐらいのミリでしょ。めっちゃ安定してますよ。20より形的にはこっちの方が綺麗ですね。多分こっちが先なんですよ、デザインは。
クラス分けして20kg はあれだね、絶対14kg は乗った方がいい。そうなんですよね、ただやっぱ持ち運びとかのこと考えると、そう持ち運ぶ、その時デカさんと関係ある。あのあれやろ、キャリアに乗せて14フィートはそういう大きい人のためにあるんだ。まだ乗ってない、乗ってない、メリットない。初めて、ただ重たいだけのボールだ。これさっきの第3じゃないけど、前が軽いんでこうおっさんスタートしたら前がヒューンで、おっさんの走りだったらこうこんな走るからこうボードがフィンがよう当たる、若い子らはこなしていくからこうボードがケツが引っかからへん。もうビーチスタートなんかだったらもう40歳以上でもうグダグダ感がもうよ、もう見事なぐらいグダグダですよ、あれおっさんらのビーチスタート。すぐ乗られへんし、若い人はパンパンパンプシャーッターってお皿トッとっとボッチャーンこうやって膝ついてからよっこらしょいってなって、今度反対こけたりする、本人は走っとるつもりなんですよ ね。ダッシュのあれが全然違う、風受けたらすぐ前が上がりますもんね、軽いやつは。かっこいいな、あの横のドレーンがあるじゃないですか、ドレーンカバーがあるんですか、カーボン、はいはい、あれもテープで上から塞ごうと思って。あ、前だけでもこうやっていったら ね、多分いかないですね、うん、でももう僕は21のアウトローの、まあ、外そうと思ってます、両方ね。まあ関係ないもんね、はい、そうやってあそこ水つからんのですもん、人がいろんな痛み、いや、ね、島さんがあれも金型で、うん、これはカーボンなんですかね、はい、あの製造途中の写真ももらったんですけど、もう完全に真っ黒のカーボンなんです。前誰やったか、誰かネロの、ああ、あのネロのやつもここカーボンの、うん、字が出てたんですね、なんか、はいはい、ネロの方が製品もカーボンっぽいよね。そうですね、うん、製品自体がなんかカーボンもうちょい出しとるもんね、うん、あの上にそのままクリア吹いた感じの、うん、ね。宇宙さん今ボードなんですか、これ、明日これですか。これ最新ボードでなんちゃん3キロになってましたよ。え、なんちゃん3キロになってました。マジで、それ四国チームいけんすね。ね、ノムさんも3キロって言う。いやいや、ノムさんも3キロです。そうなんですか。そうか。激写しちゃう。激写しちゃう。俺が先取ったやつはガテマラ芸者いうやつやったけど足らんから。はいはい。コストコのやつ。コストコが何本か混ざってる。コストコをスターバックスが。海沿いに。あのカーボン。回ったら着きます。7時半から受付開始しておりますので。あ、7時半、はい、7時ぐらいに出たら間に合う。じゃあまた明日よろしくお願いします。お願いします。
してたのは94キロ、レースとか今そんなにないです。今は10キロで、スノーボードの大会で調子が75キロがいます。まあそれぐらいあったんですか。今日はどうか声出たんですか。いや今日は声出ない。今日はもう直接来た、あの第3とこ寄って、うんうん、でチェックイン。ああそうなんですね、はい、どこのホテル。ユニバーサルのホテル。聞いたことないな。あ、心聞いてるんですか。うん、駅の反対側、反対っていうか、もうちょっと東に行った。新しいできたのかな。いや、結構古い古い古い。今ある、あの市役所が部屋、この並びの端っこです。この並びの端っこ、JR 越えて、JR 越えず、500くらい。まあまあ、いらないから広島の京都行きなさいですよ。あ、いいですよ。はい、はい、じゃあ乾杯するよ。乾杯。乾杯。乾杯。あ、どうも。遠藤春です。ご苦労様です。これは何メニューなんですか。いやいや、いつも八木さんが頼むやつですよ。わさび。朝起きたら八木さん、おお、怖いね、これめっちゃ怖いよ、これ。まだ上がる、怖いわ、これ。もうここで寄っても怖いもん。ほら、